新生成一代記より、芝天、または芝天狗は、高知県や徳島県に伝わる河童に近い妖怪、もしくは河童の一種。外観は、身長1メートルほどの小さな子供のようで、全身に毛深い体毛が生えている。皮の包みなどに現れる。人間を見ると相撲を挑んでくる。その力は、人間の大人を上回るほど。この相撲の相手をすると、芝天に化かされて一晩中相撲をし続ける羽目になる。また、高知の大川村や本川村では、芝天は最初は相撲に負けてばかりだが、相撲を取っているうちに次第に体が太り、ついには相手を倒してしまうという。人間を騙し、石や藁と相撲を取らせるとも言う。土佐郡土佐山村では、普段は山の中に住んでおり、旧暦6月6日の祇園の日になると、川に入って縁故になると言われている。また、徳島の祖谷山地方では、山の中から木を倒す音や山崩れの音を発して、人を脅かすという。名称の天狗は、この妖怪が元は天狗だったことが由来とする説がある。また、芝は、柴犬などと同様、小さいことを意味するとも言われる。2015年4月1日には、東京新聞がエイプリルフール企画として土佐のレジェンド妖怪、芝天現る？というジョーク記事を掲載した。ありがとうございます。